のココロヘルカース。皆さんこんばんは、ハルカース。木曜の夜いかがお過ごしでしょうか。戸松はるかのココロヘルカース、パーソナリティの戸松はるかです。この番組は私戸松はるかがみんなの心を晴れやかにしていく心のビタミン系ラジオ番組です。木曜の夜、番組を聞きに来てくれたあなたに癒しと元気をお届けしていきます。うえ、次は日曜、次の日曜、今週の日曜ってこと？あ、そう母の日ですって。あらねえ、皆さんもどうですか？母の日何するの？何もなんかしたら、恥ずかしいよね。でもなんか大人になってからのがちゃんとやるようになった。子供の時はマジで自分の中で重きを置いていなかったというか、まあちょっと気が向いたらカーネーション1輪ぐらい買おうかなとかはありましたけど、特にいつが母の日だっけみたいな、なんか逆にもう一人暮らしして実家離れてから、あ、こういう時ぐらいしか感謝の気持ち伝えられないからと思って買うようにはね、なりましたし、今はもうネットとかでも便利だったりするから、事前予約みたいなのがやっぱ億劫だったりして、なんかつい間に合わなかったみたいなとかあるけど、今って例えばさみたいな、やばい明日だったみたいになっても、なんかお急ぎ便みたいなのとかもあって、ギリギリでも間に合ったりするから、まあ本当に物でもいいし、そうやってね、お花とかでもいいですからね。何かやっぱ気持ちが大事ですから、ありがとうっていうね。まあそういう感じでね、皆さんもね、何か思い出みたいなものでもいいし、形に残るもの残らないのどちらでもいいと思うんでね、皆さんね、お母さんにね感謝伝えてみてください。ということでそろそろ行ってみましょう。心と心でつながる30分、戸松はるかのココロヘルカース、最後までよろしく。心はるかす。改めましてこんばんは、戸松はるかです。さあ、世の中的にゴールデンウィークが終わったらしいね。え、まああんまり関係ないんですけど私はそうそうまあ祝日だなみたいに、まあ、思いますけど、どうですかみんな、大丈夫？ロスになってない？次の祝日は7月17日海の日です。ほぼ2ヶ月祝日ないから、なんかさ、それをなんとかって言うんだよね。なんだっけ、なんか魔のなんとかみたいな、なんか名前なかったっけ、このなんかゴールデンウィーク終わった後のなんか5月病なんだっけ、なんとかって言わない、なんかさ、あー休みないみたいな名前なんとかって言うんだよね。しばらくさ、ほら祝日がないから、まあしょうがない、そういう感じだからカレンダー的にさ。でもどうですかみんな、ゴールデンウィークの思い出聞かしてよ。去年は私もゴールデンウィークの時結構暇だったから、あ、じゃあそれに乗ってなんかちょっと家族で出かけようかなと思って出かけたんだけど、普段だったらよ、1時間ぐらいで行けるような場所が5時間かかったの。で、行くのにだよ、5時間かかったの。帰りも5時間かかったのね。なんか何しに行ったんだろうみたいなで、施設ついてもなんていうの、キャパオーバーなの、その場所が。もう駐車場止めるのにもなんか 3,40 分かかったしみたいな、何しに来たんだろうみたいな。それで遠出するのは大変かもしれないみたいな、思った。人ってすごいいるんだなみたいな。本当にさ、なんか年末年始とかももちろん帰省ラッシュとかでさ、ね、高速混んだりとか新幹線とか飛行機が乗車率とかいろいろあるじゃん。なんだろう、個人的にはゴールデンウィークの方がなんかやばい感じがして、どうしたらいいのみたいなだから私的には働きたいね。だから国民の休日みたいなわけじゃん、みんな休みだからさ。これはねすごいね。あとそのやっぱ気温的にもさ気持ちいいしさ、こうピクニックとかも向いてたりとかさ、なんかいろんなことができるじゃん。なんかあんまり雨も降らないし、アクティブなこともできるしみたいなのでさ、選択肢は多いんだけどさ、すごいよ。だからみんなゴールデンウィーク何してんのと思って。そう、でもさ、引きこもったたりするのもちょっともったいなくない？やっぱこんなに天気いいしとかって、雨だったら諦めるんだけど、天気いいんだったらなんかやりたいじゃん。どっか行きたいし。でもどこ行くにも混んでるじゃん。みんなは何してんのかなって教えて。こんな穴場なゴールデンウィークの過ごし方ありますよとかさ、ここ空いてますよとかさね。はい、ということで今日はねお便りをね読んでいきたいと思います。まあ毎回読んどるわって話なんですけど、コクハルネームジュリリンさんからいただきました。ありがとうございます。トマツさんこんばんはるかーす。こんばんはるかーす。先日ゲームセンターで遊んだ時、聞いたことあるイントロが流れてるなと思って耳を澄ましてみると、大好きなトマツさんのへートゥーオブアースが店内 BGM として流れていました。まさかゲームセンターで聴けるなんて思わなかったのでめちゃめちゃびっくりしたし、いきなり大好きな歌声が流れるとこんなテンション上がるんだって自分でも思うくらい嬉しい気持ちになりました。思わぬところで大好きな曲がかかるとテンション上がりますよね。トマツさんは店内 BGM などでこの曲が流れてテンションが上がったなと感じる楽曲は何かありますか？いや嬉しいですよ。めちゃくちゃ嬉しいんだけど、ゲームセンターでトゥーオブアースっていうのがちょっと面白すぎてあ、そういうゲームセンターでなんか私だけで「データがテッテータがテッテー」みたいなイメージだから、ディンドンディンドンみたいなイメージなんか「データがテーテッテッテーテッテー」みたいなトゥーオブアース。あ、でもやっぱりメリハリっていうか、こうアッパーな曲バーッと聴いたらちょっと落ち着かせたいっていうので、こうミドルテンポの曲も聴きたいって思うのと一緒に、やっぱゲーセンにいると上げ上げすぎるともうもうポッポポッポポッポみたいな。なんか確かにちょっと浄化曲っていうとあれだけどちょっと心を落ち着かせようみんな、ジュース買いに行くみたいなね。トゥーオブアースとかが流れたらちょっとテンション上がりすぎていろいろやってたけど、あみたいな、ちょっとみんな休憩しようみたいになるのかなっていろいろ想像しちゃったけど、まあ自分の曲が流れてるのを聞いたことはそんなにないんだけど、たまになんかさテレビショッピングみたいなのとかでさ、スフィアのなんか楽曲が流れてたりとか、自分の曲のイントロが流れてたりとか、なんかナウスカとかでフューチャーとかああいうのがなんか一部使われてたりっていうのは聞いたことがあって、でも流れるって覚悟がないから自分の中であー知ってるこの曲みたいな、なんだっけ誰の曲だっけと思ってしばらくなんか10秒ぐらい考えてわしやみたいなあ自分の曲だったと思って、あれ何の曲だっけ、あナウスカだみたいな、もう一回って思った時にもう終わってんのよ。ほんと一瞬しか流れないからっていう時はねありますけどね。でも確かになんかこう自分の好きな曲とかもそうだけどさ、なんか自分の曲じゃないんだけどラーメン屋さんとかでご飯食べてて曲が流れてるわけよ。で多分店員さんの持ってきた曲なんだよね。絶対この人と同い年って思う時あるもん聞きながらもう自分がなんか中学生とか高校生の時にもうむちゃくちゃ流行った曲ばっかりが流れる時があって、絶対この今いる店員絶対私と気合うし、この店員さんと絶対私年近いみたいな、同い年だと思うわみたいな、平成生まれですかみたいな、もう聞きたいぐらいナイスチョイスみたいな、もうその時もすごい楽しいもんね。なんか自分の青春のさ、あの時は MD だったけど MD の中で自分がね、あもうこれとこれとこれを入れるんだみたいな、限られた10曲ちょいぐらいのさ、その自分の中のリストを作ってさ、入れてた曲しか流れてこないみたいな、もう全部歌えると思いながら、なんかいる時はもちろん一人だからこう無の顔をして食べてるんだけど、表面上はね、心の中はもう本当にさナイスナイス、あもうこれ聞きたかった、これ来たら最高、来たみたいな、もうねものすごいテンション上がりながらラーメン食べてる時はある。本当にあれちょっと嬉しいよね。なんか世代同じ人のチョイスで流れた時っていうのはね。はい、まあ確かにいつになってもね、何歳になっても好きな曲を聴くっていうのは幸せなことです。ということでたくさんのメールありがとうございましたトマツはるかの心はるか。トママン毎回テーマに沿ったトマツ楽曲のリクエストを募集するこのコーナー、皆さんの熱いリクエスト理由とともに楽曲をかけていきます。いや今回は運動会で流れてほしいトマツ楽曲っていうことだったんですけど、もう正直ねどれもぴったりすぎてあー確かにっていう理由ももうどれもぴったりすぎて、やっぱね戸松さんの曲は運動会に向いてます。自分で言うのもあれですけど、はい、なんでね紹介していきたいと思いますよ。まあ運動会といえば結構秋ってイメージ持たれがちですけど、実は5月も運動会シーズンでね、春運動会でしたよみたいな方もいらっしゃると思います。ではですね、まずもう早速1曲目いきたいと思います。ココハルネームオタさんからリクエストいただきました。こちらの楽曲です。戸松遥の心遥かす。戸松遥でファンファンパレードをお聴きいただいております。こちらお便り紹介します。僕が運動会で聴きたい戸松楽曲はファンファンパレードです。入場曲にぴったりの曲だと思うし、またこの曲に乗せてパレードを披露する子どもたちの姿を見てみたいなと思いますと。いやそう思うわ。私ついさ競技のイメージがあったんだけど、運動会でこうリレーとかでさわーってあったんだけど、最初のまず入場からだからね、運動会先生みたいな開会宣言みたいなところからスタートですから、運動会っていうのはね。いやその時に確かにファンファンパレードめっちゃいいじゃんと思って、てってれれーってこうね、あの人てってれれーって始まったらなんかちょっといや可愛いし、なんかちょっと更新したくなるというかね。いやなんかすごくちょっとファンタジーな世界観になるかもしれないけど、なんかちょっと更新してる姿とか想像したらあ似合うなと思って、そういう発想のねもうあったんだなっていうので、ファンファンパレードね1曲目に選ばせていただきました。ありがとうございます。ではですね続いていきましょう。ココハルネーム頑張りたくないさんからいただきました。こちらの楽曲です。戸松遥の心遥か。戸松遥でランをお聴きいただいております。はい、こちらもご紹介します。運動会で流したい戸松楽曲ですがランです。運動会といえば走る競技がほとんどなので、これほど合う楽曲はないと思います。また僕は中学高校は陸上部だったので、グラウンドをバカみたいに走ったことをこの曲を聴くと思い出します。いやそれが陸上部ですからね。陸上だから、バカみたいに走るよねいいじゃないですか、褒め言葉よこれ。いやまあでも確かに「ラン」ってそのままだもんね。走るっていうさタイトル的にもね、まあ確かに走る競技の時に「ラン」かかってほしいよね。いやいいと思いますよ。まあ走ってる最中に曲を聴く余裕はないけど、どっちかっていうとこう応援してる人がうおーってテンション上がるみたいなイメージがねありますけど、まあやっぱり運動部の人たちは走る競技の時はやっぱもうね、皆さんも己のこの1年間のね培ってきたこう脚力を披露する時ですから、陸上部はもちろんのこと、普通にバスケ部とかもめっちゃ速かったりするからね、テニス部とかさ結構普通にね、あと野球部とかサッカー部とかもさ普通にみんな足速いから、そうやってクラス対抗リレーとかだと、まあ、もちろんもうクラスとしての代表で出るしさ、部対抗リレーとかだとさみんなさそれぞれの部活のユニフォーム着てさ、まあ、文化部とかもさ出たりするから、てか書道部とかはさもう走る気ねえだろみたいなそうもうなんか袴みたいなの着てさなんかちょっと半分パフォーマンスっていうかさ、もうマジで走る。さあの部活対抗はさもうなんかもうそういう運動部だけが揃えられるけど、文化部の時はそれはそれでみんな面白いんだよね。筆持って走ったりとか、バトントワリングだとなんかパーンとか言って最初にピストルがポーンってなった瞬間にまずバトンファーって投げてから走るとか、もう絶対走る気ないだろうみたいなね、そういうのでなんかそれぞれの部活のなんかこうパフォーマンスも面白かったりねっていうので、いやー素晴らしいですね。はいということで「ラン」をお聴きいただきました。では次の部活じゃないわやばい、もう私のなんか部活のことで頭がいっぱいになってしまったわ。じゃあ次の曲いってみましょう。くらまくらさんからリクエストいただきました。こちらの楽曲です。戸松遥の心遥か。戸松遥の心遥か。お聞きいただいているのは渚のシューティングスターです。はい、こちらもお便り読みます。はるちゃん、こんばんはるかす、こんばんはるかす。私の運動会で流れてほしい戸松曲は渚のシューティングスターです。なぜならとにかく楽しいリズムに体を任せて関節を動かしたいからです。笑い。MV みたいに運動会に参加したみんなとモブダンス合戦したり、戸松校長先生にどっちがうまく真似できたか採点してもらえる種目があればいいなっていうのが個人的な願いです。歌詞的にも「チャッチャッチャ」って切り替えてスタートとかフライングみたいな勢いのまんまでというところが戸松さんの得意種目である陸上リレーを連想させる部分がありますので、運動会で聞いたらきっと元気がいっぱい出るはずだと思いますと。そうよね、ダンスの項目もあるもんね。その走るとかっていう競技だけじゃなくてさ、創作ダンス、小学校の時だと各学年ごとに必ずなんか、私はね小学校の時は各学年ごとに必ず見せるダンスみたいなのがあって、こういろいろな競技の間で次は2年生のみたいなダンスですみたいなので、なんかわーみたいなあったし、まあ中学とか高校もあったよ。やっぱその私はね中学2年生になるとうちの学校はね必ずソーラン節を踊らなきゃいけなくって、もうそれがもう必ずなの。中2になると必ずソーラン、あ違う中3だ、中3の時だ、中3は必ずソーラン節みたいなのでやるんですけど、ソーラン節ってすごいんだよマジで。やってみ、最初のはーどっこいしょで多分足腰死ぬからだからあれは本当に中学校の時にやってすっごい足腰鍛えられて、もう初日にやった時練習で中3の私でも太もも前太ももの筋肉痛が尋常じゃなくてみたいな。でもだんだん鍛えられてって、もう運動会終わった頃にはもう全員足腰の頑丈さがすごいみたいなね感じでしたけど、まあそういうねダンスパートもありますから、そういう意味ではこう渚のシューティングスターとかってなんかもう誰でも簡単に踊れるような振り付けなんでね、合ってるかもしれないですね。はい、ということで、渚のシューティングスターでございました。終わりですか、おしまいです。はい、おしまいですということでね、今回もありがとうございました。たくさんね、いやーすごくなんかいろんなジャンルで読めたよね今回は。入場曲、競技する曲、ダンス曲みたいなねので、なんかちょっとバランスよく読めたんで閉会式ぐらいまで行きたかったね。最後のちょっと閉会式曲ちょっと思い浮かばないんだけど、なんだろうね、本当にそれこそちょっとミドル、なんだろうね、色彩日記みたいなわかんないけどねえ、いやーすごい向いてるなと思いました。自分で言うのもあれですけど、戸松の曲はなんか運動会にすごく似合っているなっていうのをね思いました。ありがとうございました、ではですね、次のリクエストテーマ発表します。次のテーマはみんなにおすすめのみなこ楽曲です。はい、次にねこのコーナーをやるのがラフラフとの合同イベント直前になりそうということなので、みなこの曲おすすめよ、こういうポイントがおすすめよっていうのを添えてですね、リクエストしていただけたらと思います。ということでお待ちしております。戸松遥香の心ハルカス。深呼吸すれば心が落ち着く。心深呼吸。ゴールデンウィークも終わり、連休ロスのような少し寂しい気持ちを抱いている方も多いのではないでしょうか。この時期は晴れも多く、空気もカラッとしているから、個人的には一番過ごしやすくて大好きな時期。とはいえ、紫外線も一番多い時期でもあるので、日焼け対策も気をつけていきましょう。ねえ、あなたはどんな1週間を過ごした？寝る前のひととき、ちょっと立ち止まって深呼吸。ゆっくり振り返れば明日もきっといい日になるよ。みんなの心が晴れますように。以上、心深呼吸でした。お送りしてきました戸松遥香の心ハルカス、そろそろエンディングのお時間です。はい、ということで今日はね、トマバネ楽曲もたくさん流しましたし、ね、いろいろとトークも花が咲いて花が咲きすぎました。よく喋ったわ、今日も。ねえ。いやーでも、皆さんね、ゴールデンウィーク終わってまた2ヶ月祝日ないみたいですけど、ね、頑張りましょう夏まで。みんなね、うん、まだ始まったばっかりー。そう、本当に。ね、なので、まあ、私としては、あんまり祝日とか関係ないんですけど、こう働く社会人の皆さんはね、やっぱどっかでね、こうやった今日は今週は月火だけ働けば終わりみたいな、そういうのがあるとねテンション上がるよね。ビールも美味しい時期になってくるし、これからね、なんかこういろんなところでちょっとビアガーデンの準備とかしてるとこ見るとさ、あーそっか今年はいろんなところでそういうね、外でみんなで飲みましょうみたいな、いろいろ復活してきてんなと思いながらね見てますよ、本当にね。ということで頑張りましょう。軽頑張りましょう。はい、引き続き皆様からいろんなメッセージ大募集してます。レンタルシミュレーション笑顔の処方箋ハンタートマツトマバン、次回のテーマはみんなにおすすめのみなこ楽曲です。その他普通のお便りや私へのメッセージで番組の感想など何でもお待ちしております。メールアドレスはharkas@secondshot.jp harkas@secondshot.jp です。セカンドショットの綴りは secondshot です。番組のホームページからも送れます。たくさんのメールお待ちしてます。また番組公式のツイッターハッシュタグ#ハルカスです。皆さんどんどんつぶやいてね。そして番組終了後、番組公式ツイッターに私の手書きコメントが掲載されますので、そちらもお楽しみに。そして7月8日土曜日にラフラフとの合同イベントが決定しております。現在一般先行抽選販売受付中になっておりまして、こちら5月18日の23時59分まで受付中となっております。詳細はイベント特設サイトをご確認ください。はい、ということで今週はラフラフへの質問があります。まあちょっと今日運動会楽曲みたいなの流しましたけど、どうですかね。じゃあまあみなこ先生の曲でもいいけどスフィアにしようかな。なんか運動会が似合うスフィアもしくはみなこの曲、まあそれもいいけど、なんかリミドとかクライマックスが来そうな気もしなくもないな。わかった、ちょっと難しくしよう。閉会式が似合う曲聞こうかな。ちょっと今回開会式まで行ってリレー行ってダンス行って終わっちゃったから閉会式できてないから、みなこ先生が思う閉会式が似合う楽曲、はい、これをちょっと聞いてみたいなと思います。それではそろそろお時間です。次回は5月25日にお会いしましょう。戸松遥の心ハルカス、ここまでのお相手は戸松遥でした。これできっと心もハルカス、バイバーイ。